おはようございます。モテ企画海空研究所、今日もやっていきましょう。今日は令和5年1月6日でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。1月29日楽しみにしております。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。さあ、今日は昨日の善くんの周平さんへの、なんていうんですか、あれはオマージュですか。よかったですね。どうも、もしもし、善でーすっていうあえてもじもじ始めるという、あのオマージュってなんて言うんだろう、あのパクリじゃないんだけど、あえて似せていくことで、真似られた人へのリスペクトを示すっていうことかな。まあリスペクトそのものの意味もあるのかな。尊敬の念を込めまして、私も憧れているので真似してみましたみたいな意味ですかね、オマージュって。まあただの真似しっていうところもありますけどよかったな、出落ちっていうか、もしもしてんでーすっていうね。クソどうでもいい話ね。まあクソどうでもいい話だと思って喋るっていうのは、僕は結構いい話し方になるなって思ってて、なんていうか、やっぱ力まずに喋れるんですよね。で、聞き手も力まずに聞けるっていうのがだからいいんだな。だから秋田さんの発明したどうでもいい話っていうのは、いや、なんていうか、音声配信におけるある種の発明なんかもしれないと思ったね。まあ、確かに最初の半袖か半袖じゃないかとかっていうその話は、まあなんだろうな、役に立つ話ではないですよ。確かに着ればって思うんだけどなんでその半袖にこだわるのかわからんっていうね、着ればいいんじゃないっていうのもありつつ、でもなんかなんですかね、聞いて、全くそのどうでもよくて心が動かないかっつったらそうじゃなくて、割とちゃんと情景が思い浮かんでハハってなるから、どうでもいいようで、まあまあいい話なんですよ僕の中ではほんで、外に出て上着に着るってなった時に、外はさすがに寒いからって言って、あ、上着を塾に忘れたと、塾に忘れたから、塾に電話して上着があるかっていうことなんだよね。で、その電話の時にいつも素直謙虚感謝どうも善ですって言ってるから、その癖でスッって言ったら、もしもしっていうところなのにスッって出ちゃってみたいなね。本当に、いいですね、どうでもいいですね、見事などうでもいい話。いや、俺はもういっそ素直謙虚感謝どうも善です、
上着を忘れましたとやりきってほしかったですね。で電話の向こうでどうしたどうしたどうしたってなるっていう、その上着なのか素直謙虚感謝にもなんかそのいや返すべきリアクションがあるのか混乱するっていう、塾の先生の腕が試されるっていうね。それはでも何ですか、誰も傷つけないですしいいんじゃないですか。もう決めたらで要するにいつも音声配信の収録してる時にこうやって喋ってんだろうね、外でこうやってスマホを耳に当てて、口元にマイクが来るような感じで、いつも喋ってるんでしょ。で音声収録してだからまあ外で撮ってるとね、塾の会とかに撮ってんのかな。でだから電話かける時と動きが全く一緒だからもう口がつられて音声配自分は今音声配信をしようとしてるのか電話をかけようとしてるのかが混じったっていうねことだよね。いやそれはもう混乱するんでシンプルにいきましょう。シンプルがいいんですよ。だからどこに電話するときも音声配信を収録するときも出だしは素直謙虚感謝どうも善ですとこれで行くっていう。いやそしたらさ電話を受けた相手はまあ塾の先生だけじゃなくていろんなお相手に電話することあると思うんですけど決して善のことを忘れないですよ。いやなんだったら次いつ電話が善からかかってくるんだろうという楽しみになる可能性があるんでどうですか。悪乗りしてる大人です、今私は。お母さんに、あかねさんに、俺が今怒られそうな文脈になっておりますが、すいません、僕は怒られてもこういうことを言います。いや教育に良くないからサロン退会しますってなったら本当本当すいませんなんですけど、割と本気で思ってます。ダメかな、どうですか。まずお母さんに電話するときにやってみるっていうのはどうですか。素直謙虚感謝どうも善です、ママっていう。お母さん今日これこれで、あでさ行ってきていいみたいな、じゃあ何時まで帰ってきてみたいな。お母さんも受けた方も普通に受けるっていうね。まずこっからやるっていうのはどうですか。したらちょっとずつ当たり前のようにできるようになっていくんじゃないですか。塾花丸学習会だったらいいと思うんですけどね、花丸くれるんじゃないですか。どうですかね。っていうね、どうでもいい話だったんで、どうでもいい感想を、どうでもいい感想をね、持ってしまいました。これで良くないですか。これを残しとくっていうね、我々、なんていうか、サロンポリシー、どうでもいいものも、あくまで今現時点のさほどものを分かっていない我々の頭でどうでもいいと思ってるだけで、10年後からしたら未来の別な頭のいい人たちがどっかにいて、価値を見出してくれる可能性もあるから、ワンチャンね。本当にもう10年後20年後100年後になっても、どうでもいいなと確定される可能性もあるんですけど増やしていくのはどうですか。僕はね、なんていうんですかね、ネガティブな
言葉でなければ、あれをその残しておくのはどうかなと思うんですよ。あの、まあ、健全な批判とか別にいいんですよ。議論とかトークバトルみたいなのは全然いいんですけど、なんだろうな、あのアンチとかそっちは残さなくていいんじゃない、もうどんどん削除していいんじゃないと思ってます。いや別にそんな権限俺には何にもないしいいんだけど、別にそれが残っててもそれにも意味があるのかもしれないし。あのあと Facebook にはいいねボタンしかなくてバットがないじゃないですか。だけど YouTube にはいいねとバットがあるんですけど、バットボタンいらないんじゃないかなって思っちゃいますね僕は。そのいいものだけを良いと評価して、まあ明らかにそうじゃないものは、相手の足引っ張るとか、そのなんていうんですか、そういうマイナスの方向に明らかに振りますよっていうものは、それこそそれに比べればどうでもいい話の方がよほど価値あると僕は思ってて、あのいいねゼロ、バットもゼロ、本当にどうでもいいですと。ただこいつ上機嫌やなと、楽しかったんだなと一日っていう話じゃん。あきらさんとか月野の善くんとかあれを取っとく意味ってのは、意味を見出すのは現時点では難しいんですけど、僕は取っといた方がいいんじゃないっていうことなんですよ。なんかしつこいですけど、こういうことを何度も喋ってるで、その誰でもなんていうか、さほどの価値なくても記録して収録して残しておけばっていう、ハードルを下げてやりましょうよって言ってるわけですけど、今のやりましょうよはちょっと寺石ゆかさんの言い方です。はい、ハードル避けてどうでもいいことでも何のそのためにならないこととか、あの誰が聞くんだよみたいな話とか全部残して増やしていくとですね、ネガティブなものの占める割合を下げれると思うんですよ、薄めれると思うんですよ。まあ同時に、じゃあその良いものも良い意味のある価値あるコンテンツも薄まるんじゃないかと、それを探す上でもなんか邪魔しちゃうんじゃないかという懸念はあるんですけど、僕はマイナスじゃないプラマイゼロのどうでもいいものの方がいいんじゃない、なんだろう、イメージが伝わりますか。だから僕のこの朝礼もですね、はっきり言ってやってもやらなくてもいいわけで、誰にも約束してないし、なんとなくやってるだけで、ね、本当に何の意味があるのか全く分からずやっておりますが、喋ると決めてボタンを押すと、まあ、なんだかんだ思いつくもんで、でなんか特に意味あることを喋ったかどうか自分では実感なくても、一通りなんかね朝30分一人で喋ると、ウォームアップ完了って感じになるんですよね。頭がジョギング行ったぐらいのカロリーを多少消費してるんでしょうね。だから僕にとっては意味あるんですよ。なんかその喋ってる内容にさほど意味はないんですけど、僕にとっては脳みその回転に対してこうちょっとアイドリングがかかるというか、ジョギングしたぐらいの血の巡りがちょっと上がるっていうか、そんな感じなんですよ。だからまあ寝る前に
足のがオンラインスクール学級委員通信を寝る前に撮ってるんだけど、あれはね、なんていうのかな、まあ、調子いい日悪い日も結構そのもう喋ることねえけど、何かしらお題を自分で勝手に立てて、受けても受けなくてもとにかく大喜利に参加してみたいな感じなんですよね。で、本当なんか脳みその筋力に対してあと一押しの負荷をかけるみたいな感じなんです、僕の中では。ネタのストックとかないしさ、毎日その日に喋る10分前ぐらいからなんとなく考えてよしってなるっていう、もう思いつかないけどもうよしみたいなその感じでやってるから、ほんと今日ねえなみたいな日とかもたくさんあるんですよね。でもなんかその状態をこう結構な負荷なんですよね、正直ね。負荷というか筋トレに近いです、脳みそに対しては。でも朝のこの配信に関してはテーマトークでもなければさほど意味あること喋ろうとも思っていないから、とりあえずそのライブ配信のボタンを押すぞっていう、本当にそれだけなんで、そうすると何ですかね、脳みそにコストは感じないんですよね。筋トレ感はないんです、本当ジョギングの感じなんですよ。だから前日の善くんとかあきらさんとかのどうでもいい話はピックアップしやすいです、すごくすんげえ助かるっていう、どうでもいい話を引き継いでどうでもいい返しをするのループはすげえこう僕が朝礼続けられてる理由なんでしょうね、多分、うん。昨日は他に誰かいたっけ。そう、でもなんかこうやってなんかそのマイナスさえなければゼロでもいいっていうハードルでサロン内ポリシーを決めましょうか。したらなんかこんな練習見て何なのかなって思いながら、清水さんがこうギターのフレット練習とか、あれもなんていうのかな、あれ本当に俺は好きなんですよね、ああいうのね。あ、友人さんおはようございます。なんかその特別な時だけ動画撮るじゃなくて、何のために記録してんのか、でもそのうち知りたいな、自分で知りたいですね。うん、何のためにこんなに記録してるのかの理由が自分で自分に対して知りたいです。昨日も昨日はですね、三重大学の先生で、まあ10年ぐらいその研究の、まあ、2人でねずっと共同研究をやってて、お互い扱ってるテーマをお互いにとってのライフワークみたいにしてる、もうそのなんていうのかな、まあ他のテーマもちょこちょこ手つけるし、それをお仕事としてやって、で決してなんだろうな興味ないわけじゃないけど、まあまあお仕事上一生懸命やるしっていうテーマもあるわけですよ。だけどその昨日見えないから来た万田先生っていう人は、まあ10年代ね、そのもともと彼が海洋学者で僕が気象学者で、大気と海洋両方をお互いやりたいと思っているんだけど、俺に海洋学を直接ちゃんと教えてくれる人が欲しいと思って、で向こうは向こうで、気象学やりたいんだけど気象学をちゃんと教えてくれる人が欲しいって言っていて、まあ意気投合したっていうね、まあその
盟友ですね、なんかコラボ相手としては、まあ、彼がちょっとこう今年はこういう論文を書こうと思うみたいなので、わざわざ横浜に来てくれて4時間ぐらいディスカッションしたかな。でそれもずっと4時間動画撮り続けたんですけど、まあまあその研究内容、今ここまで進んでるよとか、ここが面白いよと思ってるとか、俺がまあここどうなのって疑問を持ったりとか、そのパートに関してはまあ当然ね、議事録として意味あるって分かっててお互い収録してるんですけど、まあ、途中からちょっと休みましょうかの後ずっと休んでるっていう、そのずっと雑談してるじゃないかっていう状態になって、まあどうでもいいパートが2時間ぐらいの続くんですけど、なんていうかな、そのどうでもいいパートもね、たまにいいこと言うんですよね。たまにいいこと言うんですよ。どうでもいい、もう休みだね、リラックスしてるねっていうのをお互いこう握った状態で、沈黙したり、その勝手に自分の時間に入ったり、でも思いつきでまた喋り出したりみたいな、そういう状態のところもずっと残ってるんですけど、本当言ったらもうその後街出て、電車の時間まで2時間ぐらいさらに飲み会やってんだけど、その飲み会の席もずっと収録しておきたいんだよね俺はね。飲み会の席の喋りなんてめちゃくちゃ面白いからね、その2人で差しで、もうなんていうか俺はシラフなんだけどあんま覚えてないっていう、だけどめちゃくちゃこう感激したりとか驚いたりとかしてるんですよ、そこは覚えてる。だけどもうテンションが上がりすぎて興奮しすぎてすんげえいい話してたっぽいんだけど、大事なことも言ってたっぽいんだけどあんまり覚えてないっていう、ここをなんか記録できずに捨てているのがなんか俺もったいなくて、でもさ、その飲み会が始まる前はさ、焼き鳥屋になんとなく入る時に別になんか大した話をしようと思って入ってないから、どうでもいい話中のどうでもいい話を笑ってしようぜと思って入ってるだけだから、カメラにわざわざ収録しようなんて思わないんですよね。だから始める前においては価値があるのかとか、撮っとけばよかった、撮っておけばいいものかどうかなんてわからないわけ、喋る前には。で喋り終わって撮り終わって、後からわかるんですよね、結果本当にどうでもいい可能性あるんですけど、全部撮っておけばいいのにっていうのは思うんだよね、飲み会も含めて。実際もう俺そういう飲み会をやったこともあるんですけど、これはみんなを撮るよとここにあるからねと、で今日参加した人だけでシェアするけど、見る見ないとかじゃなくて俺は記録に撮っておきたいと、記念撮影だと思ってくれと。で記念撮影ってさ、俺らこのメンバーで集まったよ何月何日っていう記録なんですよ。なんかあれだけでもなんとなくすごく僕ら価値を感じるじゃないですか。その例えばなんかイベントに参加したり最後に集合写真撮ったりとか、来たよこのメンバーが集まっていたよ、この笑顔なん、最後に終わった後この笑顔なんで、すごくその前までの時間は楽しかったんだよを一枚に凝縮してるので、まああれはあれで
僕はなんかその記録だと思うんだけど、それまでの2時間をなんで全部捨て去んなきゃいけないんだと取っといてくれよ記録をと、うん、でなんかそのいやなんだったらもっと取った上で、公開して差し支えのない、ものって膨大にあると思うんだよね。だからなんか俺メタバースとか行く前に、ただのシンプルに動画を収録っていうのでひたすら生の編集なしの記録が公開で見れる、いろんな場所でいろんなイベントで、いろんな会話がってなってほしいなって思ってるんですよ。このただまあ唯一気にする人がいるとすれば、あのどこをどう切り取られて、なんだろう悪く言う人がいるんじゃないかとか、その恐怖感ですよね。でそれは僕は理解してるから、もちろんなんか今んとこ記録したとしても外には出さないとか、本人と了解得た範囲内での共有にするとかってしますけど、本当はさ、お互いね、その上げ足を取る方が犯罪なわけだから、逆にその切り取ってネガティブなことを言って、叩くとか、そっちが要するに犯罪行為なんだから、その犯罪行為をやる人たちが恐れおののくべきですよね。なんか叩いてる方は正義感っぽいなんか表情で言ってる感があるんですけど、いやいやいや、叩くって犯罪なんでっていうことじゃないですか。でそのうっかり叩いたら捕まるかもみたいな方に本当は恐れおののいてほしいんですよ。で普通になんていうか、どうでもいい話とかを善良な人がこう何気なく喋るとかっていうことに対しては何のストレスもなく、まあたわいもない、ちょっと言い間違いぐらいの話っていうのは、ノーストレスでこう自由にオープンにできる環境の方が治安がいいはずで、本当はそっちに行きたいはずなんですよね。でその方が他の人はあこういうのでもいいんだっていう、まあなんかイベントとかだったらね、イベントの雰囲気を知って、あこういう風に僕らもやりたいなとか、こういう人数だと、まあ、途中でここ発散しやすいから、人ちょっともう一人二人増やしてまとめるようにしてあげた方がいいのかなとかってわかるじゃん。そしたらなんかお互いノウハウシェアできて。まあ、あとはそれこそ僕らの研究者同士のディスカッションだって、僕らは国の税金から給与をいただいて、ディスカッションをして、これ本当にこの自然現象の捉え方の解釈ってこれでいいんだろうかみたいなことをやるのがお仕事なので、まあ最終的には論文を公表したら税金から給与をいただいたことに対するこう対価って言ったら変ですけど、その責務を果たしたみたいな立て付けでこう今んとこなってるけど、途中のさ、それこそなんていうかプロセスエコノミーじゃないですけど、紆余曲折、最初は間違った仮説を立てて何百個と間違った議論をするんですよ。でも一生懸命勉強した知識をあでもないこうでもないって使った上で、間違った仮説を何個も立てて、それを結構真面目に正しいと最初思い込んでいるんだけど、
ずっと分析したり議論したりを繰り返してたらちょっとずつ間違いに気づいて、やっぱこうだねと、全俺らなんでこれを忘れてたみたいなことが昨日もねたくさんあったんですけど、嘘だろと、もうたった3年前に自分たちで出した成果じゃないかと、こういう結論を出してこの知見が大事だって俺らが自分で言ったんだぞっていうことを忘れてたんですよ昨日と昨日の議論では。でびっくりして、俺たち何やってたんだと、俺はその、まあ、人様の研究であの人がこういう成果を出してるっていうのを忘れてたとかまだ理解できないけど、まあ、それもプロの研究者としてはちゃんとフォローしなきゃいけないし忘れないでって話なんだけど、でもそんなもんなんですよね。でそうこう繰り返して、あ、思い出してみたら意外とここはシンプルに解決できるねっつって一歩進ん で、じゃあ前提が変わってくるから、よりなんていうか表現方法としてはこっちの方がいいんじゃないかとか、なんかまあそんなこんなで4時間かかって議論してたわけですけど、その議論の中身は僕らは要するに、どなたが見たいか見たくないかは分かんないし、ニーズも顕在化してないから分かんないけど、これ隠しとくようなもんなのかなと。税金で俺らはこう給与をいただいてこの時間に意味があると思って一生懸命やったっていうことなんですよ。なんで隠してんだっていうのに俺すごく違和感なんですよ。まあ、例えばですね、隠しとく理由を逆に考えると、他の似たようなテーマを扱っていて、海外でも、まあ、国内でもいいんだけど別な研究者がその動画を見てアイデアを盗む、で先に、自分たちが出そうとしていた成果を出してしまうじゃないかと、まあ、こういう懸念ですね。これが公開しない理由の一つとしてこれ代表格なんですけど、まずね、もし仮になんですけど僕らが途中まで考えたアイデアを使って僕らが出したいなと思っていた成果そのまんまをより早く世に出したのであれば、それは世の中の進化としてはよりいいことじゃないかと、まあ、僕らの成果が減るじゃないかという負の側面あるかもしれないけど、いいじゃんと、より早く世の中が進化したんだからっていうね、その頼んでないんだけど途中まで走ってバトンを勝手に取って途中から取ってあとは俺が走るっつって残りの 150m100m まで残り 100m まで行ってからバトン渡すんだったらと思う、残りの 110m を俺がもう全部走るよっつって勝手にバトンを取ってですね脇からやってきて人がより早く走り抜けるんだったらその方がいいわけです、世の中全体からしたら。ただ俺は最後まで走りたかったのにと思ってる可能性はある。じゃあそれを取るのはどうなんだっていうね、まあ、これがその公開しない一つの理由なわけなんですけど、まず俺はそんなことは起こせないと思っている。ちょっと聞いたぐらいでアイデアちょっと盗んだぐらいで、アイデアっていうかちょっと話聞いたぐらいでコピーして全く同じ成果を出せるぐらい簡単な話はもう残ってないんですよ、まずね、っていうのが一つで。ただまあその似たようなことを考えて、別なデータに当てはめてアレンジして、まあ似たような成果を出す、だけどまあ違う成果なんで僕らもちょっと遅れて、
自分の成果を出せるし、そのとアイデアを取り入れたあの、まあ、第三者みたいな人があの似たような別な成果をより早く一歩出すっつったら成果2倍になるわけじゃないですか。そしたらそれもいいことしかないよね。結構珍しいです、その僕がこの研究の内情におけるこういうこと喋ってるのは。ただまあこれは本当長年思っているけど、研究者同士で共通認識を持てたことがほぼないんですね。僕しあのいろんな人に言うんだけど、あの基本的にあの賛同は得にくいです。まあ、昨日ディスカッションしたあの三枝萬田さんに関しては決してそんなんていうか別にいいんじゃないっていうノリだから長らくやってこれたんだと思うんですけどね。うん、まあなんかそんなこと思ってまして、まさかその禅のどうでもいい話から、研究の話になると思ってなかったけど、いずれにしてもその、まあ、記録にこだわっているということと、でその何を残したいかということに対して、そのどうでもいいというプラマイゼロのより上であれば全てで、マイナスに対してはむしろあの誹謗中傷とか当然ですけど、その犯罪サイドに対しては全部もう切り捨てるぐらいのいやなんか言い方きついかな。でも俺はなんか犯罪はちゃんと排除される仕組みじゃないとやっぱプラスが増えれなくなっちゃうから、犯罪のマイナス側サイドがそれを発信することに対してできなくないけど、そっち側が本当怖がるべきですよね。恐る恐る怖ごわちょっとずつ、ゼロにはなんないかもしれないけど、でまあその誰が正解かを知らないから、検閲みたいなことはきっと仕組み上無理だと思うんですけどね。そのなんですかね、だからそっち側がやりにくくなり、プラゼロはもっと増えていいんじゃないと。でプラスがまだあのますますこれまで以上に増えやすくなるにはっていうことが根底に多分僕のこう欲求というか、もう10年以上考えている、まあ先週あたりに狂気と評した気もしますけど、なんていうかな、あの今この瞬間に燃えたぎってるみたいなことはないんですよ。ただもうふつふつと消えたことがない、途切れたことがない気持ちであることは間違いないですね。なんかそれをね、サロン始めてどうでもいい話をして3ヶ月朝礼でねついに言っちゃったよっていう感じですね今までも言いたいと思ったことは特にないんだけど、今日初めてですね、多分ね、ここまでその研究のリアルな現場での実際起こったことを含めて、普段のみんなの発信と同じ土俵に、僕の研究記録とかも全く同じ土俵に乗せて僕はこう記録を考えてるっていうような話でございます。まとまらないけどこの辺にしますまとまったただあのこのまとまらない話も多分いずれ、なんていうか形にしていくときに原点としてたどられる気もしますねっていうぐらい割と生々しい、本当に思ってること言った感覚があります今日はね。はい、ということで
いたします。ということで今日は皆さんどなたと笑いますでしょうか。友人さん来てくださってありがとうございます。ということで良き一日を。じゃあねー。